ハーブ温泉って感じなんだけど。はい、こんにちは、ひらめさきこです。前回夏頃に現れた美味しい映像なんですけど、なんとたった一瞬のきらめきかと思いきや2回目ができることになりました。でね、今回もポパイとマカナイとひらめさきの一度前で右往左往していきたいなと思います。というわけでテーマはやっぱりお取り寄せです。お取り寄せついにね、やっと12月ということで、なんとか年末岸辺に乗り着こうとしているんですけど、もうね、ほんと締め切りは守れないのに、おせちの予約だけは真っ先に見に行くみたいな、ちょっとすいません。というわけで、ただでさえ嬉しいホリデーがさらにハッピーになるような最高の年末年始のお取り寄せと今日は紹介したいなと思います。それでは今日の主役の皆様の素敵なお餅、素敵なお鍋、素敵なソーセージ、素敵なクッキー缶をお招きしたいと思います。せーの、ドン。いろいろ来てくれましたね、ありがとうございます。最初はどれにしようかな。でかいね、すごいね。お餅にします。お餅はこれで届きました。コンパクトなサイズで届くの嬉しいよね。じゃん、あ、長崎から来てくれたんだよね。お餅、お無沙汰しております。はい、これはかんころ餅なんですけど、こいつがね、まあ、九州出身だからかわからないけど、こう長崎の郷土菓子ってことでめちゃくちゃシンパシーを抱いてまして、ただこれね、死ぬほど地味じゃないですか、この土系色というか。あの空港とかでも売ってるんですけど、それこそもうカステラの黄金とか、ちゃんぽんの虹色とか、そういうものにこうね、ゲホされてしまってですね、完全に空港売り場で肩見せまそうにポツンっているんですよ。でも見た目に騙されてはいけない、これは本当に美味しい。なんかかんころ餅はさつまいもを干して、まあ、要は干し芋とお餅を合わせた食べ物で、っていうことはさ、要はかんころ餅はお餅と芋ようかんのケンタウロス的商品なわけ。もうこんなん好きしかないや。それではかんころ餅を切って炙っていきたいと思います。完璧な餅がやってまいりました。めちゃくちゃいい感じに炙られちゃってさ、もうだって本舗の人本当に喜んでんじゃない。いただきます。あー、なんか ふわふわぽよぽよ、かわいい。いただきます。今さ、かんころ餅のさ、5割が上顎にくっついてんだよね。すごい、なんかかんころ餅ドームみたいになってすごいの。750円。なんだろうな、地味深い甘みがじわんって広がるので、醤油も砂糖もきな粉も何もいらない、君だけでいい、君はスターだ、カステラにもちゃんぽんにも負けるな。おーよいしょー。なんだと思いますか、この引っ越しみたいなでかい段ボール鍋です。シャーザブキッチンっていうベトナム料理屋さんのベトナム鍋を仕入れました。イエーイ。ベトナムしゃぶしゃぶセット税込み8500円ということで、では開けまーす。すごい、見てこの手書きの虹色の指南書。チュームと、しかも手順さ、一個一個さ、イラストが書いてあってさ、こういうのできないんだよな私。何が入ってるんだ。まずこれ大量の
ミントてか大量のハーブ、パクチー、桃山くん用の春雨かな、マノラ、フライドシュリンプチップスだって。え、なんか超楽しいんだけど、これなんかクリスマスみたい。ライスペーパーでしょ、玉ねぎかな、クリスマスとヌクママとエランジにしようと。なんかさ、架空のベトナムに住んでるお母さんが、あの私が風邪をひいて、それでそれをおもまかって、なんか美味しいしゃぶしゃぶセットを送ってきてくれたような気持ち。お母さんありがとう。お母さんありがとう。ベトナム語で、カモンカモンミン。カンウン。ココナッツジュースもあるよ。あびちゃんでーす。しゃぶしゃぶのスープ。お肉でーす。いやー、なんか幸せだね、これって本当に。それではちょっとばかし準備をしなければいけないので、これからこいつらと一緒に準備をしていきたいと思います。 1 hour later。 マルです。ポーク&シュリンプキッチンのベトナム特製鍋、なんか王族の食事みたい。まずスープ飲むか。スープ飲む。いただきます。スープまず入れて、いただきます。レモングラス甘酸っぱい、めっちゃ目が覚める味。この出汁でエビと豚を泳がせたら最高にうまいでしょ。しゃぶしゃぶしていきます。いいよ。めっちゃ美味しい。あー、私も豚だったらここで産みたいな。いただきます。ちょっとこのタレもかけて。このタレはヌクチャムとオーバーディルミントパクチーの茎、グリーンソースです。はあはあ、豚肉につけていただきます。うわ、ハーブがうまい。あ、すごい、このハーブの華やかな感じ。しかもスープも酸味があるから、酸味と甘さがしっかりあって、これしゃぶしゃぶすればするほど出汁に味が染みて美味しくなるんじゃないかな。もうこのタレにたくさんハーブ、ディル入ってて、香味野菜にもレモングラスの香りがあって、もうハーブ好き大歓喜じゃない。それは私なんだけどさ、やっぱ鍋って自分でできるものだと思いきやさ、やっぱここまで華やかなやつってできないし、お取り寄せする価値しかないって感じ。私、西麻布のキッチンすごい好きなお店で、昔住んでた家の近所にあったんですよ。それで仕事終わりにさ、ヘトヘトになってさ、キッチンのドアを開けたらさ、すごい美味しいこのハーブの香りがパーって広がってきてさ、もうそれだけでなんかハーブ温泉みたいな感じで癒されて、あ、ハーブ温泉って感じなんだけど、そこでさ、フォーとかさ、チーとか食べてさ、すっごい元気になって、で、まあ、信じられるベトナム料理なわけよ。本当に何を食べても丁寧で美味しくてさ、もうご覧の通りなんだけど、それを食べるとめちゃめちゃ元気が出て、なんか私、この瞬間のためにお金を稼ごうって思ったのよ。なんか労働しようと思ったの、この時間のためにって思って、それくらい美味しいキッチンのベトナムしゃぶしゃぶがなんと自宅でできる、最高だね。はい、では次はクッキー缶です。もう年末はね、絶対こうやってお菓子の缶缶がさ、あればあるほど幸せだよね。その中でも特にこいつは欠かせないよって思うのが、お菓子屋ウッチーの独自のクッキー詰め合わせ、税込み4000円でございます。ちょっとさっきちょっと呼吸が乱れてしまったんですけど、ちょっと改めて開きたいと思います。パカ、見てください、このクッキーのシンプルさ。これ全部一個ずつ粉違いなんですよ。普通さ、フレーバーって言ったらさ、
チョコレートとかナッツとか抹茶味とか、そうやって味のフレーバーの詰め合わせにしてくるのに、ここは粉なの。粉の美味しさを味わうっていうことを目的にして、それだけのために作り上げたお菓子なの。だからその日の朝焼きたてのものを詰めてその日売ってるの。そんな新鮮なことある？じゃあいただきます。じゃあどれにしようかな。パインコーン、世界最古の一粒小麦、アメリカ産オーガニックを使用したクッキーです。いただきます。もう鼻に抜ける香り、めちゃめちゃ余韻が長いです。うわーって広がっていく。もう今この辺小麦の穀倉地帯ですね。当たる穀倉地帯。お次はスペルト小麦です。古代小麦の一種であるアメリカ産オーガニックスペルト小麦全粒を使用したクッキーです。いただきます。うん、今度は力強い。なんだろう、すごいキレのある味わいです。面白いね、全然違う。ほんとこの粉違いで味を展開するっていうか、ガチ粉な味わい系というか、それこそピザでもさ、パスタでもさ、粉を味わいたいみたいなさ、そういうこと言う。パンでもそうだけど、粉を味わいたいってそういうこと言う人いるけど、でもそれのクッキー版、なんかほんと噛み締めた瞬間の広がる小麦で、小麦畑にこうやってダイブする感じ。これちょっとしたお菓子の革命だよね。いやー、この手があったかっていう感じだよな。しかもさ、このお菓子、これ見てほしいの。お菓子屋ウッチーっていう名前がさ、めちゃくちゃ緩いじゃん。めちゃくちゃ緩い場でさ、なんかこう油断させてくるわけよ。なんかこうスローボールかなって見せかけて、めっちゃ剛速球投げつけるみたいな。これがお菓子屋ウッチーだね。クッキー以外にも、シュークリームもめちゃくちゃ美味しいし、消える、口の中で消えるシュークリームとか、あとね、季節 あのケーキとかもめちゃくちゃ美味しくて、やっぱちょっと私はうちかなわないなと。皆さんスローボールと見せかけて高速球に押してください。ソーセージ届きました。ソーセージで世界旅行、7カ国7本の旅、4410円税込みです。イエーイ、重っ。開けまーす。 Yo, what's up? なんかおじさんと目が合った。これが流行りの、うわー、肉たち。ドイツ、イタリア、モロッコ、メキシコ、ペルー、タイ、あと日本も入ってるみたい。すごいね。まさかさ、ソーセージで世界旅行しようなんて思わなかったし、まあできるらしいんですけど、これでありがたいんですけど。ね、流行りのソーセージのこだわりがすごくて、すべて自社製、化学決着剤、保存料、アミノ酸等使用しておりません。ナチュラルということで、自社工房で職人が一つ一つ紡ぎ出す一品です。職人。Yo, what's up? ありがとうございます、中身さん。ちゃんと心していただきます。できました。ソーセージ盛り合わせ、すごい重量感、はあ、めっちゃいいよ。ちょっとやばい、食べます。早く食べな。何から食べようかな。やっぱドイツにしようかな。ドイツね、ドイツソーセージ、うわドイツソーセージ、うわドイツソーセージ、うわ、もう皮の腸詰めを破った瞬間からいい音がしてる。ドイツのバイスブルスト、ジューシー。いただきます。うん、爽やかな朝の朝食だ。うわー、今の CM で光が入ってきて、なんか家族がコーヒーを入れてっていう、わーってサラダとかでのこのソーセージで始められたら、グッドモーニングは君の言葉になる。
え、こういうキャラだっけ。じゃあ今度世界旅行なのでどれにしようかな。メキシコ行きますか。君だね、メキシコ。おい、肉汁が溢れ出してる。もうなんか肉汁がもうとどまっていられないよ、もっとちゃんって感じで溢れ出してるんですけど、いただきます。なんか粗挽き。いただきます。関空空港に見立った。めちゃくちゃ食感が歯応えたっぷりで、あと、もう香りがフレッシュハラペーニョが入ってるらしくて、この辛みとしかも香りがすごいいい香りで、なんでデスコのジリジリペイチケラって痛いよみたいなのすごい思い出す。でもこのソーセージ世界旅行、ドイツとかイタリアとかモロッコは分かるんだけどさ、日本が入ってるんだよね。ほい、これは日本1918復刻版っていう、かなりなんか由緒正しいソーセージなんだが、いただきます。ハムみたい。めちゃめちゃ肉の旨味ぎっしり味わえる。すごいシンプルで美味しい。すごいね、この日本の歴史の深さたるやつ。1918年。ということで、すごいね、なんか世界一周旅行と思いきや味のタイムマシンでもあったんだね。なんかこう単純にソーセージを食べちゃうかと思いきや、食の歴史とか文化に縦横無尽に触れていく感じというか、これは尽きないね。これお酒飲みながらさ、いろんな世界の話しながらさ、みんなで食べたらめちゃめちゃ盛り上がるんじゃないかな。じゃあこのちょっとひときわ細長い、これメルゲーズですね。じゃあちょっとこっちで切っちゃうか。すごい、メルゲーズはモロッコの地中海のラムソーセージということで、この子は豚ではなくラム肉が使用されています。いただきます。ラムたちよ。あ、またいいですね、ラムのあの独特の美味しい香りにスパイスがふわーって混ざり合って、あとはね、イタリアとペルーとあとタイのサイドアまで入ってます。いや、これゆっくりみんなで食べていきたいなと思います。なんか今お餅、炎上肉、クッキー缶、お鍋っていう感じで食べてきてね、もうなんかめちゃくちゃ体もポカポカしてるし、空間が年末の香りになっちゃってて、なんか久しぶりに会う家族とか紅白とか、なんかもう除夜の鐘まで今聞こえてきそうな感じで、おーって今思っているんですけど、いつも年末年始はどうやって過ごしてる？何なんですかね、寝てますね。寝てる、人ばかりに寝ている。まあね、年末終わって明けましておめでとうございます。新年になって今年も実りある一年になりますように、皆様のご健勝をお祈り申し上げたいと思います。これからももう一回やれるのかな、わからないけど、よろしくお願いします。それでは皆さん、ご自愛第一で美味しいものをたくさん食べて生きていきましょう。バイバーイ。